ほんとダンサーのまずコアな店からですね、これね。次から次へとね、展開が起こるから、目が飽きないし。ライブイズビューティフル。おたまかぎー宮田京ボーイズでーす。どうも、マロです。宮田です。宇です。ダンス解説 BTS 編。前回1回ね、パーミッション2ダンスっていうのをやったんですね、その時にですね、はい、大好評いただきまして、しかもコメントにですね、なんか最近の BTS は結構緩めのダンスが多いから、昔のガツガツのダンスを解説してほしいっていうコメントがいっぱいあったんですね。今のダンス緩いんですか。緩いらしいですよ。緩い、困る。パーミッション2ダンスも、まあ、バターもね、ダイナマイトもね、僕たち見てきたけど、あれが緩いらしいんですよ。というわけでですね、いっぱいいろんなね、これ見てほしい、これ見てほしいってのあったんですけど、その中でもね、特にこう熱が強かった DNA というね、BTS さんのダンスを持ってきました。こちらでなんかね、BTS さん有名だったぐらい結構代表的な曲らしい。で、ちなみにね、初めて見るっていう方にはですね、僕たちはですね、まあ、ブレイクダンスの世界一、はい、そしてブレイクダンスの日本一、はい、そしてね、パッドの世界8位、はい、そしてですね、振り付け師みたいな感じですね、いろんな面から解説できると思います、はい、ということで早速 BTS さんの DNA 解説したいと思います。ゴー。それでは DNA のね、ダンスプラクティス動画を見たいなと思います。プラクティス動画、これちょっといいですか。はい、BTS の DNA を、RAB が見る。ややこしいわ。BTS、トゥーシャ見たことある？ BTS は見たことありますけど、DNA は知ってるはず。なんかちょっと、パリピチックな。ああ、いいなってなさすぎる。めちゃくちゃいいじゃん。まあでも BTS さんはトゥーシャのこと知らないですもんね。それでは早速、じゃあ見ていきたいと思います。お、いきなり角度がいきなり横向いたね。そうですね、いきなり止めちゃって申し訳ないです。早くないですか。どうした？チェックシャツ着てますよね。はい、僕らを意識してるとしか。いや RAB と BTS 英語3文字偶然。じゃあ行きます。早速行きます。いきなりいいっすかね。最初のこの音取り、渋くない？振り付けってもっとさ、ダンダンダンって分かりやすいさ、上下なんだけどさ、アイソレーションで見せてると思うんですけど、アイソレーションでまず見せれるってすごいんですよ。そうそうそう、普通のアイドルのダンスでまずこれはない、まずないですから、見せ方は。ホントダンサーのまずコアな見せ方ですね、これね。あの緩急ね、こっからさ、ストロー、テテー、すごいね。テテー、言わないよね。テテポイントですか。ペダルと踊るテテ君。そう。あー、でもちょっと、いいね。厚さもあるな。うまいな。ほんと。おー、新しい。そういう演出が入っちゃうのね。激しい。アグレッシブだね。いいですね。みんな集まってくる。だんだん人が増えていっぱい感じですね。うまいな。綺麗やな。ソロのやべえな。うわぁ、すごいなぁ。おぉ、すごいいい起き上がりだったの今。むちゃくちゃ波き方いいね。弾き方が強いよ、どれも。うわぁ、すごい。歓喜なし、化け物だな。おぉ、ちょっと今の足の動き、ジャンプしてからのドゥルルって一気に足がね、これクラブステップの応用だと思うんですけど、変化してすげえ細かい音取りしたら、ちょっと一回見てもらっていいですか。このしかもさ、3秒に1回ぐらいのペースでもう直径が変わるんですよ。フォーメーションが変わるんで、ちょっと解説追いつかないですね。次から次へとね、展開が起こるから目が飽きないし、しかも踊りながらフォーメーション移動なんだよね。あんまね、ただこう移動するだけじゃなくて、めっちゃ追っちゃいますよね。めっちゃ難しいことしてんな。ガンガン連鎖して、うわー、かっこいい。左だけ残る、珍しい。うまいね。気づいたらセンターが変わってるんだよね。もう1列からの。うわぁ、今のはちょっとバイブレーションに似たようなガッって感じだよね。これこそさ、本当に振り付けだとさ、ガンガンって取った方が見えやすいんだけど、ガンガンって取る。この形っていうかさ、これは私気合入ってるな、やっぱ。うわぁ、腰もすごい。ナイス。おぉ、フロア入ってる。しれっとフロア入ってるね。いつ入ってる？落とし穴作ったの。ちょっとドロップが見えなかった。どういうドロップなんですか。ここから作ってくる。おお、 B ボーイ的に見てもかっこいい。どうやって描いたか分かんないね。立っ
ってる状態からフロアに入ることをドロップって言うんですけど、結構ドロップでどう見せるかっていうのが、まあ僕たちね、ブレイクダンサーにとっても鍵だったりするんですよね。これをこんなに気づいたら床に入ってるっていうのはすごいっすね。上下が一瞬で出来上がったもんね。入るまで時間かかるもんだけどね、この一瞬で。おぉ、やっぱりミック DNA ってことだからね。あ、そう、あ、そうだね、確かに。あ、よくわかりましたね。あれ、さすがに振り付けしちゃって。ちょっと、緩くなって。あ、ちょっと可愛らしい部分もね。構成が飽きないなぁ。ずっと見てられるもん。お、急に1列にもう。おおぉ、これはもう、あれ ?B ボイステップじゃないですか。そうですね。3ステップだったり、イーグルって呼ばれるやつなんですけど、まあ僕らもよくやってるやつなんですね。ここのナチュラルさは結構ブレイクを知ってますね、これ。アグレッシブなステップ、急に入ってきたね、さらに。ダンスやってんだろうなぁ。そうだね、絶対やってるだろうね、これは。また上下つけて。いや、すっごく細かいとこで音取るな。あ、飛び越したんだ。綺麗だなぁ。この立ち位置何これ。あ、確かに。すごい。ドラマ見てるかのような。確かにね。こんな方面したアニメのオープニングぐらいでしょ、見たことないですか。キャラクター作りもうまい。すごいね。うわぁ、今のね、おのおののね、振り付けで。見やすでもこうとかね。あんま規則性がないんだけど、ちゃんとこう、おのおのになってるっていう、その面白いところですね、これ。って見えるなぁ。うわぁ。うわぁ、すごい。朝焼きの大きさとか完璧。ビューティフル。ビューティフル。美しい。完璧ですね。おせたら J-Hope さん。うわぁ、何だから、ちょっと待ってくれ。やばいね、お前たち。誰誰。ダンスって変な話、運動神経がない人でもできるものなんですけど、これは正直、運動能力高くないとこのキラー絶対出せません。緩急も多いね。そうなんだ。気づいたらね、センター変わってるね。変わってんだよ。うわー、なにこれ、なにこれ、すごい。チェーンみたいな。DNA です。DNA だ、あれ。繋がってる。繋がってるんや。今のパクりましょう。パクりましょう。バレない、バレない。バレない。本当にね、技術でいってる感じですね。これすごいわ。すごいな。ちょっと静寂があって。ファンやろ、ここは。君もなってるみたいになってるから。これもなんか、あんま基礎知らない座り方なもんね。確かに。あれ、一列になるんだね、これね。うわー、揺れたよ、一瞬でね。おー、今、甘いヒットが一瞬入って、うわー、また、うわー、さっきの畳みかけるな。すごいな。うわ、なんだこれ。すごい人が入った。フレッシュ。基本的に、まあ、エンドリなんだよね。ワン、ツー、スリーじゃないんだよね。ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ツー。しかもずっとこのワン、ツー、スリー、エンの規則性でもないんだよね。ワン、ツー、スリー、エン、フォー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイトみたいな。もう、あの、ほんとカウントじゃ絶対できないような。鬼の、鬼の取り方、鬼の取り、音取りがやばい。じゃあ続き行ってみましょう。ハイレベルだ、ほんとに。なるほど。確かに。V の字になって。かっこいい。かっこいいわ、これ確かに。うわぁ、すごい。真ん中のテッキングしましたね。うわぁ、ライブイズビューティフル。それでは点数の方見ていきましょう。そうじゃない。ちなみになんかさっきずっと手手くんでしょ。手での時なんか手振ってましたけど、あれは何なんですか。あの、パーミッション・トゥ・ダンスですげえハマってしまいました。ちょっとケダラケダラしたい子がさ、なんか楽しそうな顔すると、なんか応援したいってなるじゃん。お母さんみたいになって。どうでした、ドラゴンさん的には。いや、今回やっぱそのフォーメーションっていう部分ってなかなかこう振りはね、ちょっと作れてもフォーメーションってなかなか難しいんだけど、今回 BTS のこれ見てすごい参考になったんで、ちょっとまた自分のねブレイクのショーやるときとかもちょっと活かそうかななんて思います。あちゃんはいろんなジャンル踊れます。
ますよね、うん、BTS なんて絶対、うん、ブレイキンも少し多分かじったことは絶対あるだろうし、うん、多分他にもこうポップダンスだったりとかヒップホップだったりとか、うん、まあ多分それ全部ミックスで今こう BTS さんなのかなって気もしたんで、うん、逆になんかその各々のこう得意ジャンル多分個人個人違うと思うんで、そういうのもなんかいつか見てみたいです。確かに確かに。トゥーシはいろんなジャンルやる上でのなんか体作りとかもしっかりやってんだろうなっていうのが分かりましたね。あと不規則にフォーメーション組むときあるじゃないですか。あの後って絶対に規則正しいなんかシンメトリーの形になって超見やすいフォーメーションにまた戻ったりするんですよ。なんか本当に見やすさのことを超考えて構成考えてんだろうなって思って、僕が絶対やらない構成をやってるから、それめちゃめちゃ参考になりますね。本当になんかこう自分たち自身のためにダンスやってる感じじゃなくて、見てる人たちのためにダンスやってるっていう感じがもうめっちゃ伝わりますね。そうだね。まああとはね、まあ俺がちょっと出てちょっと気に入っちゃったみたいな感じで、ちょっとまだねキャラクター性とかもだんだん好きになってきて、まだもちろんもうジェイホープ君じゃあ俺がもらってくる。俺の嫁みたいな。やめろ。まあちょっとね個性も見つつ、まあ、ダンスの方もね見ていきたいと思っております。はい、以上 BTS ダンス解説になります。面白かったらチャンネル登録、いいね、はい、高評価などよろしくお願いします。以上リアラキオボーイズでした。バイバーイ。バイバイ。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。